1945年原爆投下直前の八丁堀周辺。横断する道路が相追通り。左上から中央下に伸びる太い道路の一本右側が現在の白島通り。この時点で中央通りが整備されていないのがわかる。中央通りは広島県広島市中区を通る広島市道見行橋、三崎線のうち相追通りとの交差点である八丁堀交差点から 中区富士見町の駅前通りとの交差点である、保健所前交差点まで至る道路の通り名である。中央通商店街も道路沿線に形成されている。広島市中心部を通り、重要な幹線道路であるとともに、八丁堀付近の観光町街やその南の商店街、繁華街を縦断、形成する。広島近座街商店街と恵比寿通り商店街と接続している。 中央通商店街は、八丁堀交差点以南から平和大通りとの交差点である三河町交差点までの中区新天地、三河町に形成されている。中央通りに該当する区間は1957年頃に開通した。八丁堀周辺は、広島市最大の歓楽街である、カ川地区も近く、中央通りより東側の堀川町、新天地、カ川、 やげんぼりは一体的に、広島市最大、中国地方最大の歓楽街を形成している。また、中央通りより西側には、広島パルコなどの若者向けファッションビルが多くあり、付近の広島本通り商店街や、袋町裏通り一体は繁華街を形成している。八丁堀交差点より、北側は、白島通りと呼び、 保健所前交差点より南側はご幸い橋に沈め通りと呼ぶ。ありがとうございます。